野さんお疲れ様です今日どういう感じどういう感じの飯ですか。お疲れ様です。お願いします。はい、お願いします。今日はですね、はい、この J リーグ公式 YouTube チャンネルをご視聴いただいている皆様に、はい、大きなご報告がありまして、はい、社内での調整を重ねまして、嘘つくんだ、そんな調整必要ある、調整を重ねましたよ。重ねまして、はいはい、ちょっと時間かかっちゃったじゃないですか、あれから構想をお話しした時。ああ、はい、そうですね。調整を重ねまして、うん、この度、うん、なんとこの J リーグ公式 YouTube チャンネルで、はい、野々村チェアマンが MC を務める新番組を、待て、はい、MC なの？ MC です。 MC、 何にも調整してないじゃん初めて聞いた。新番組を配信していくことが決定いたしました、はい、本当に、はい、調整をしたポイントはチェアマンがやっていいのとか、うん、とか、それ結構みんなで話したってことですか。そうです。高田春菜さんも含めて、うちの広報も含めて話しまして、 J リーグ硬いからね、守備ね、もうほら音までなっちゃう。もう調整に調整をかけて、はいはい、チェアマンが出ていいのかっていうところとかあったんですけども、こっちはこっちでさ、はい、全部58クラブ回るまでちょっと本当時間ないなって感じだったけど、だいぶね最近、あ、そうですか、最近もう日程くんが隙間を作ってくれてる。あ、そうなんですか。作ってくれてる本当に。少しじゃあ余裕が出てきたと。もう以前と比べたら、はい、考える余裕も、考える時間もできて素晴らしい。で、はい、この番組の名前なんですけども、はい、ズバリののチャンネル。うん、なんかあれだね。どうですか。いやいや、普通普通でしょ。違うの。いや、いいの、うん、いいのってちょっと攻めた。どう思います。いや全然なんともっていうか違和感ない。本当ですか、はい、好きでも嫌いでもない。うん、嫌いは全然ないです。ないですか。ののチャンネルという名前でやっていきたいと思います、うん、はい、正式名称は J リーグののチャンネルだけど、呼称として皆さんに呼んでいただきたいのはののチャンネルでこれからいきたいなと思っています。でどういった番組かなんですけど、はい、この J リーグチェアマンであるののさんがファンサポーターからのお便りや SNS 上での会話などをもとに、うん、J リーグに関する疑問質問お便り、ご意見などをもとに J リーグに今お届けする、はい、トークマン、まあ、つまりファンサポーターの声を野々さんに直接届ける、はい、それをもとにトークを広げていくという番組にしたいと思っています、はい、でたまにトークテーマに沿ったゲストなんかを呼んで深掘りしていきたいなと思っています。その時に MC をやるってこと、はい、MC 的な。いやもう基本 MC これこれだってこれだったらさ、はい、ガキ MC じゃないねそうですか。そうだよ。だから俺はそういう風に思ってた。あ、いやでも基本野々さん MC でいきたいと思ってるんで、これからお願いします、はい、どうですかこの企画について一言。いやいやもうやれと言われたらやりますいやでもほら本当はもっとね、はい、いや早くやった方がいいと思うとおっしゃってましたね。はい、しょうがない、調整に調整を重ねたんだ、はい、調整に調整を重ねたんだ。ご苦労様でした、はい、ありがとうございます。でどうやって皆さんの声を拾うか、はい、J リーグ公式サイト J リーグ .jp のお問い合わせフォームとか、うん、あとは SNS での投稿、うん、あとは YouTube この動画へのコメントなんかから拾っていきたいと思っております、はい、早速なんですけど、はい、今日お話ししたいのはやっぱこれかなと思っていて、うん、まあ、ツイッター上で、うん、もう甲府の話題にあふれていますね。そうだろうね。昨日野々さんも表彰式に出られましたけども、はいはい、見てましたよ。もちろん。どうですか甲府、昨日の天皇杯。なんだろう、すごいなっていうしかないよね、ドラマがありすぎて、まあ、そうだね。通常ありえないじゃない。でその、まあ、一発勝負なら、まあ、もちろん何が起こるか分からないけど、でもその一発勝負を、ね、もう5回6回勝ってきてるわけでしょ、はい、いやすごかったな、まあ、スタジアムの雰囲気も含めて、まあ、地理的にもやっぱ甲府のサポーター来やすいっていうのもあったとは思うんだけど、
本当にすごいなと、甲府を応援する人こんだけ集まったんだっていうぐらいのスタジアムで、リーグ戦やったらね当然そのカテゴリーの違いとかの力の差はあるとは思うけど、まあ、昨日に関してはそうね、まあ、もちろん広島の方が優勢だったと思うんだけど、まあ、それでもやっぱ勝つあそこで結果出すってすごいなと思って、なんかなんていうの、 PK まで行くは想像できなくもないというか、まあ、でも PK でも勝っちゃう、はいはいはい、でその自分ごとで言うと札幌もルヴァンカップで あんなところまで、はいはいはい、あんな感じまで行ったけど、はいはいはい、やっぱ勝てなかったりするんだよね、で PK で勝つって、まあ、相当、まあ、ある種難しさもあるわけじゃん、まあ、運みたいなところも含めて、まあでもすごかったですよ。で秀臣が山本、はい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 、臣は、はい、俺選手の時に入ってきた子で、はい、いつですか、ジェフの時に、あ、そうなんですか、多分選手で一緒に練習してると思うんですよね、まあ、それかアカデミーでいたのか、だからもうあの頃から知っていて、お前よくまだ頑張ってんのかっていう話いつもしてて、それがねこれね、あの最後の PK をもし外しちゃった時のことを想像すると、はいはい、ちょっと臣頼むってどうしても思っちゃってね、まあ、昔から知ってるだけに子供の頃から臣見てるから、すごいな、もうみんなが思いました、ね、途中で入ってきてレジェンドが PK を献上してしまって、うん、俺もあの PK もあれも PK? っつってちょうどね見てる席の前に、はい、あの審判委員長とか反町さんとかがいて、はい、ちょっとあれ PK なのっつって、まああれはしょうがないです PK ですっつって納得してまあでもほら甲府ってさ、まあ、ある時期やっぱそんなに大きくない地方クラブとして J1 でこう頑張り続けてて、まあ、今ちょっと J2 に落ちちゃってるけど、あの頃の大変さとか、まあ、もっと言うとその前の大変さは、まあ、もちろん報道ベースでしかないんだけど知っていて、でクラブの社長自分がやってる時も例えば海野さん、今の会長かな、海野さんといろいろ話しながら、海野さんとはあれだからね、もう天皇杯とか甲府対札幌の試合の解説とかやってるからね一緒にどうやってそうどうやってサッカー盛り上げるかみたいなことを、海野さん解説やった、海野さんと俺で解説やったりしてた、だからね、すごいご苦労されてたのも分かってるし、海野さんも良かったなっていうふうには思うよね、まあ、昨日の今日だから、はい、広島はまた来週チャンスがあったりする、そうですね、はい、今週末、まあ、ここまたなんかねちょっとドラマも一つ二つありそうですよね。で世の中の声を聞いてるとですね、はい、甲府が天皇杯に勝ったので、うんうん、来年の ACL、うん、甲府が出ますよね。出ますね。で一部報道とかではスタジアムが ACL 基準に満たせてないから、ああああどこでやるのかとか、うん、日程大丈夫なのかとか、うん、いろいろあると思うんですけど、いろいろあると思いますよ。どうなんですかそのあたり。そもそもほらリーグチャンピオンがトレードインは決まってるでしょ。で各国のその国内のカップ戦のチャンピオンもACL にストレートインっていうのも決まってるから、まあこれはもう決まっているもの、まあ、AFC が決めているんだと思うんだけど、そのルールのもと、まあ、勝ったところがまあ強かったから勝ったわけで、まあ、そのチームが権利がいるのはもうこれごく当たり前のこと、まあ、ただ AFC としてのスタジアム基準とかがあるんで、今の甲府のスタジアムはその基準にまあ満たしてないから、まあ、これ各国ヨーロッパとかでもたまにあるよね。じゃあどこでやるか、近場で探す、で探すのはいいんだけど、リーグ戦も当然やってるわけで、リーグで使うスタジアムは当然同じ時期に同じ日だったら使えなかったりするから、調整はすごく難しいのかもしれない。まあ、これもでも、まあね、何十年やってればたまにあることだろうから、まあ、みんなで協力してやるしかないかなとは思います。スタジアムどこに、どこなんですかね。僕もまだ聞いてないし、まあ、あの昨日甲府の佐久間さん社長ともまあ、話はちらっとはしましたけど、まあ、これからですね調整は。でどこなんだろうね、まあ、近場の方が当然サポーターが行きやすいっていうところが一番かなと思うけど、もし僕がクラブの社長なら
そこがその日に使えるかどうかっていう感じになるんだろうね。8月スタートじゃん、来シーズンから ACL シーズン以降するから、勝っていくと翌シーズンにまた半分ぐらい残ってやるわけでしょ。日本のシーズンってやっぱりね、世界的にはちょっと違うスケジュールになってるから。それもそうですね。だからどうなっていくのかなっていうのはありますよね。その話も今度聞いてみたいですけど、日程とかもじゃあ J2 いろいろ調整しなければいけなくなってくるってかもしれないですね。それはで、これもし来年決勝が ACL 行われますけど、浦和が勝った場合、うん、浦和がプレーオフとして ACL に出ますよね。そう、浦和が予備予選、まあ、プレーオフから出る。そうすると今1位2位のリーグ戦1位2位のチームが ACL に出るっていうことになる。そういうことなんですね、うん、だ例年でいうと3位または4位可能性あるとかですよね、いつも、はいはい、だからレッツの決勝が、まあ、はっきりいつっていうのがまだ決まってないじゃない。あ、そっか。それの結果をが分かるまでは3位のチームが ACL に出れるかどうかが分からない。そういうことですか。っていうことなんだと思いますよ。だからそうね、3位のチームが考えることって言ったら、まあ、ACL があるなら ACL のために入ってくるお金も多少違うだろうから、はいはいはい、どういう戦力でいこうかなを考えるわけじゃん。でも考えたところで始まるの8月からだからね。だからどうするんだろうな。夏のウィンドウとかでもし ACL、 多分そこまでには ACL に出るか出ないか決まると思うんで、そこで考えるとかっていうことになるのかな。まあいろいろ難しいよね、シーズンのそのズレみたいなのがあるから。という感じでこのようにファンサポーターの声を拾っていく番組にしていきたいと思います。普通にガッキーに聞かれたことを普段喋ってるみたいな感じ。で、野々さんに、ね、伝えたいこととか聞いてみたいこと、はいはい、番組の感想などは、うん、ハッシュタグののチャンネルをつけて、うん、SNS に投稿してもらうとか、はい、あと J リーグ公式サイト jliigu.jp のお手フォームからも受け付けていますので、どしどしお便りお待ちしております。い、はい、じゃあ最後に告知があるんですけども、はい、今週末10月22日土曜日、うん、国立競技場で 2022J リーグ YBC ルヴァンカップ決勝が行われます。決勝のカードはご存知の通りセレッソ大阪対サンフレッチェ広島ですけども、うん、野田さん、この試合に期待していること何かありますか。期待していること、はい、これさ、やっぱ両クラブの、まあ、当然現場とかサポーターからするともうとにかく勝つってことだよね。でそれはもうどうなるか正直わからない、はい、ただ第三者的な人たちが見たときにすごいなって、まあ、まあ僕作品ってよく言いますけど、はい、めちゃめちゃ面白かったな、いい作品だったなと思うようなものになってくれたらなとは思いますよね。でもまあ天皇杯も、ね、この間昨日か見たけど、はい、やっぱりサッカーの本来の雰囲気が戻ってきてる感じはあるん で、うん、でスタジアムの本当にいい空気を多くの人に届けられるようにしたいなと思います。ルヴァン勝ちたいよね、俺勝ちたかった。もうあの試合は歴史に残る試合で、勝ちたかったな。あの J リーグの YouTube チャンネルのドキュメンタリーにしだしたんですけど、あのピッチで何が起こってたのかっていうテーマで、うん、もうすごいですね、あの瞬レッドカードもらった時の状況だとか。俺からしたらさ、はい、あれレッドカードじゃなくていいのにと思ったんだけど。どういうことですか。じゃなくていいのに。あれでしょ、なんか谷口選手がレッドカードもらった。そうそうそう、ああそういうことですか。そう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 。でしょ、あれいいじゃん11人のままでってなんつんだろうな。え、そうなんですか。だって自分のチームに有利な。いやでも有利だろうっていうふうに思っちゃう疲れてる選手たちの心理を考えると、まだ有利じゃないんだって思っていた方が良かったんじゃねえかって今更言ったってしょうがないんだけど、いろいろあるわけよ。やっぱあれで一人減った相手が、うん、でちょっと余裕が出てきた。そうだ、ね、そういうのって、まさにそこを疲れたんですかね。そうすると、いや分かんないよ、分かんないけど、そういう気持ちが出てきてもおかしくないわけよ。当然特に延長の疲れてる時で、はいはい、最初から出てるやつなんか、はいはいはい、そうですよね。
であと一歩寄せればとか、はい、体張れよっていうところを一押しはやっぱメンタルな部分じゃない、はいはい、言ったってしょうがないんだけどそんな話もいいその話聞きたいなと思ったのかいらないでしょ当時あれすごい試合でしたからもうあれはでもそう思ったのもあの後のさその谷口選手が退場した時のフリーキックが入ったからそう思ったんであって多分 そ,、ね、その時 はもしかしたらって勝てちゃうかもしれないと思ったかもしれないまあまあね後からだとなんぼでも、後からならなんぼでも言えますから、まあ、そうですでもね本当取りたいと思うよみんなカップタイトルは欲しいよねで取るってやっぱ違うもんなんじゃないかなだって取ったことがないクラブがほとんどでしょそうですねだからまあ甲府が取って辺野古取って俺たち志望ってやっぱ思うよね、うん、確かにそれはすごいと思うで競争しないと絶対ダメだから今 J2 だろう J3 だろうが伸びていけば上まで行けるんだって上に行ったらハッピーなんだっていう世界はやっぱ J1 は作らなきゃいけないですよね大丈夫ですか、はい、初回の収録こんな感じですけどもどうでしたこのチャンネルいや全然俺はもうこういうのはぜひって言ってたじゃんでどのぐらいの頻度でやっていくかなんですけどすいませんあの日程くんに野呂さんのスケジュールを確認したところなかなか隙間がない言うてものでちょっとまあ定期的に現時点では定期的に配信していきますにとどめさせていただきます、うんはい、これから日程くんと調整してあのちゃんと定期的に収録日を確保できるようになったら日程くん日程くんってあれね源さん源さんの源さん秘書ですよ制作秘書ですよねそう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 、になりますので一旦定期的に配信していきますとさせてください今のところ